表題欄を設定します。CAD 製図基準に対応した表題欄から選択し、指定のサイズで出力する。2、チェックをつけると、表題文字と倍率を規定の文字に変更します。というメッセージが表示されますので、はいボタンをクリックします。CAD 製図基準で規定されたサイズで表題欄が出力されます。表題欄の種類を選択します。表題欄コンボボックスを開いてみると、使用する発注者の基準を選択します。ここでは国土交通省を選択します。表題欄に記入する文字を変更したい場合は、項目の入力ボタンをクリックします。項目入力画面が表示されます。コピー項目選択欄に図面の情報を入力します。工事名など本の表紙に入力した情報は自動的に表示されます。ページを変更する場合は、ページ選択欄から右矢印、左矢印で変更します。データの入力が終了したら、OK ボタンをクリックします。